こんにちは。このコーナーは上森さんと七藤さんの顧問税理士である堀先生に株、FX、仮想通貨の投資、そしてビジネス全般、また個人の副業も含めて税金やら節税やらについていろいろと教えてもらおうというコーナーです。堀さん、今回もよろしくお願いします。お願いします。今回はですね、まあ、仮想通貨暗号資産でですね、税務調査が入りまくっていると、特にエイダですね。エイダ関連にめちゃくちゃ入っていると。いろいろ逮捕者とかですね、申告漏れ何億何十億っていう申告も出てきてまして、そしてそんな状況なのに世の中にはグレーな節税法もいっぱい広がってて、それやったらやばいよっていうような話まで含めて堀さんに教えてもらおうと思います。なるほど、今回もよろしくお願いします。お願いします。暗号資産をめぐる税務処理に国税当局が監視を強めてます。関東地方などの個人に大規模な税務調査があって、数十人が計14億円の申告漏れを指摘されたことが分かりました。今回は1つ目、大量に税務署からお尋ねがあったこと、2つ目、エイダの一斉調査があったこと、3つ目、グレーな節税を行っている人がいること、4つ目、SNS などで不確定な情報が広がっていることなどをお話します。まあ、1つ目ですね、暗号資産の関係の調査ももともと税務当局でピックアップしておって、2021年の春に大量にお尋ねがあったと言われています。神尾 TV をご覧になっておられる方で暗号資産投資をしておられる方にも税務署からのお尋ねがあったかもしれません。ご注意くださいね。で、今回の暗号資産の一斉調査ではグレーな節税も多く見られたのことです。企業や個人の暗号資産投資が盛んになり、法的にグレーと見られる節税策も広がっています。国税当局は今後も重点的に調査や適切な税務処理の情報発信に力を入れるということです。関係者によると、一斉調査は2020年から21年頃に関東信越国税局で暗号資産のエイダをめぐり調査を実施しました。関東信越国税局というのは埼玉県にあって、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、新潟県、長野県の6県を管轄しています。これらの地域に住んでおられて、主に暗号資産のエイダの売買で利益を得た個人が対象となったようです。数十人で申告漏れが見つかり、過少申告加算税などを含めた追徴税額は合計で約6億7千万円でした。そんだけ儲けてる人がいたってことですね。そうですね、十数人ですもんね、今言う。エイダをビットコインなどの別の暗号資産に変えて利益を得たにもかかわらず、申告をしていなかった例が多かったということです。これってね、相談でよくあるんですけど、日本円に変えていないから利益が確定していないと思ってる人が多いんですよね。A だからビットコインに変えて もう日本円にしてないから税金かからないと思ってるけど、A だからビットコインに変えた時点でも利益確定なんですね。そうなんですよ。それが国税局の発表なんで、で、申告漏れが数千万円に及ぶ例とか、仮想隠蔽行為があったとして重加算税が課された例もあったようです。エイダっていうのはカルダノというプラットフォーム上で使う暗号資産で、時価総額はこの原稿を書いてる段階で4300億円、時価総額としては4位に位置してます。2017年から売買が始まったとされて、2021年に急激に上がりしました。そうですね。エイダは海外での取引が主で、日本の暗号資産交換所は取り扱っていなかったんですが、2021年8月からビットポイントジャパンが日本の暗号資産交換事業者として初めて取り扱いを始めました。世界最大級の暗号資産の交換所バイナンスで、エイダは20年までは1ドル未満で取引されていましたが、その後に急激に値上がりして、値上がり幅が大きく、多くの人が利益を得たと見られています。国税当局は2018年頃から暗号資産関連の税務調査を重点施策として位置づけていて、これまで東京国税局なども大規模な税務調査を手掛けてきました。今回の一斉調査について、エイダのようなビットコインと比べるとマイダーだ暗号資産も対象としていて、国税当局の厳しい姿勢がうかがえると思います。
関東信越国税局では数年前からエデアの取引に注目して、うんうん、取引内容を把握するために調査ノウハウを蓄積してきたようです、うん、暗号資産の取引は急増しています、はい、日本暗号資産取引業協会によると2018年9月に日本国内で8000億円強だった暗号資産の現物取引は、うん、2021年6月2兆円を超えて5月は5兆円を超えていたということです。個人が資産形成の手段とするだけでなく企業が投資活動として保有する例も増えています、うん、一方で法的にグレーと見られる節税策も広まっていたようです、うんうん、2018年頃に節税セミナーなどが開発され暗号資産から暗号資産への交換は非課税といった誤った情報を流した人もいるようです、うん、こうしたデマを信じてグレーな節税策を行ったり暗号資産の申告をしなかった人も多いようです。うん、ネット上には暗号資産の利益を圧縮するための裏技を紹介など節税策の紹介を謳うサイトが複数あります。海外の法令や金融取引を組み合わせれば節税は可能と言っている業者もあります、うん、こういった業者は独自のノウハウによる節税策を提供して手数料をもらいますが、こういった節税策には業者が合法と言っていても、まあ、実際には適切かなって言われるようなものも多いようです。専門家が書いた書籍などでも古い情報のまま販売されている例も多いです、はあ、例えば2019年の税制改正で法人がビットコインなど頻繁に売買される暗号資産を保有する場合含み益に課税されるようになりましたが、それまではその法律ができなかったんで含み益は非課税やったんですけど、うん、そのまま販売されてる本もあります。なるほど、うん、だから本に書いてあるから正しいっていうのも言いづらいので、うんうん、なかなか適正な、ね、情報を、まあ、国税庁のホームページ見てもらうしかないですよね、うん、堀さんに聞く、堀さんに聞く、ああ聞いてください堀さんが二顧問になってもらうしかないよねそうだそうだ、 ありがとうございます国税庁などは適正な情報の発信に努め、うん、2017年には暗号資産取引で生じた利益が雑所得にあたるとの見解を発表しました、はい、暗号資産を別の暗号資産に交換した場合も課税の対象になるということで注意喚起しています、うん、国税庁のホームページでも関連の FAQ を頻繁に更新していて注意を呼びかけています。結構頻繁に更新されてますよ。あ、そうですね、うん、FAQ、うん、国税庁のホームページ見えへん普通はでもあの申告前ぐらいは一回さらっと見ていただけたらなと思いますね。なるほどなるほど。で、大喜利コーナーあります？大喜利コーナー何じゃぜひやってください大喜利コーナーあるんですかないなら見る気ないやってたら大問題よSNS などで不正確な情報が広がっていて、うん、出国すれば税金がかからないとかいうデマが絶えません、ほう、まあ、実際なんか相談でも電話の相談とかでもそういうことを言う人いてますからね。うん、あのこのまま日本出たらもう税金かからへんのちゃいますか、そうそうそう、そんなことを見たんですけどみたいな、どこで見たんやっていう話ですけどね。うん、最低でも10年は税務署追ってきますからね。あ、そっか、海外に住んだとしてもね、うんうんうん、なるほど、まあ、一定以上の利益が出た場合は納税が必要です、うん、ペナルティも重いですし適正な申告納税が重要だと思います、はい、今回は大量に税務署からお尋ねがあったこと、うん、A 団の一斉調査があったこと、うん、グレーな節税を行っている人が多いこと、うん、SNS などで不確定な情報が広がっていることなどを話しました。今でもうちのメール相談とかでこんな怪しげな節税策を聞いたのですが本当に大丈夫ですかみたいな質問が絶えないです、うん、皆さんもご注意ください。はい、はい、まあ新しい、まだ全然歴史が新しいものなんでいろんな意見もあってまだまだ決まってないルールも多いしルールもどんどん変わっていくんで、はい、そうですね、なかなか難しいですけどね。でも、うん、このホームページに書いてあったからこうしましたでは通用しないですよね。通用しないですね、うん、それで税務署が許してくれることはないですよね。ないですねというわけで間違った情報を見て間違った申告をしてしまったそれは自分の責任になっちゃいます、ね、そうですそうです。正しい情報を見るという意味で先ほど、ね、教えてもらいましたように国税庁のホームページ見るとか堀さんに任せるとかするということが大事かなと思われます、うん、
そんなね、紙を折ると七星さんの顧問税理士である堀先生に顧問税理士になってほしい、または税金や経営相談をしたいという方はですね、堀さんのウェブサイトや連絡先などは下の動画概要欄に貼っておりますので、ぜひご覧ください。もはやもう日本一と言っていいぐらい仮想通貨に詳しい税理士さんなので、うん、ありがとうございます。それで困っている方はぜひ相談してもらえればと思います。無料相談会もやっておられるということで、はい、ウェブでやらせてもらってます。今オンラインでやっているということで、はい、全国じゃ大丈夫。そうですね。ということで堀さんにご興味がかった動画が動画概要欄にあるリンク見てみてください。はい、この動画をここまで見られてまだチャンネル登録しておられない方はぜひチャンネル登録の方もお願いします。高評価ボタンを押して応援もよろしくお願いします。お願いします。動画概要欄にこの動画に関する詳しい説明も書いておきますので、復習の意味を込めてぜひ一度見てみてください。インスタグラムやツイッターなどのリンクも貼っております。それではここまで見ていただきましてありがとうございました。堀さん最近笑ってます？いやー笑いたいです。ありがとうございました。いつも笑ってるけど、いつもほがらかに笑ってるけど、もういいじゃないですか。もっと笑いたい。ネットに書いてあるこの節税方法絶対嘘やん。どんな節税方法？まあ今ね、怪しい節税方法いっぱいあって教えてもらいましたけど、いきましょう。3、2、1。ネットに書いてあった節税方法、こんなん絶対嘘やんっていう、どんな節税方法？例えば節税方法ってどんなありますっけ？費用の前払いをするとか、ああ原価償却的な、海外の取引所に送ってなんちゃらするとか、ネットに怪しい節税方法いっぱいあるんですけど、こんなの絶対嘘だっていう節税方法はどんなの？現金にしてタンスに入れとく。笑ったのに、この人ちょっと狂気や。笑いながら、ゆうちゃんより厳しい。いや、違うんですよ。面白いのは面白いけど、うん、費用になってないやんと。あ、費用になってない。費用になってない。いや、節税になってない。節税になってない。それ脱税やんって言うんですか。いや、じゃあもう一回いきますか。こんなん絶対嘘やんっていう節税方法とは、一回バイナンスに送ってから取引所を3つぐらい経由して返してくるとわけわかんなくなるんで、脱税できる。あ、脱税ちゃう。脱税ちゃうとか言うね。あ、普通やな。普通やろ。インドネシアとか、ね、うん、法人作ってそっちに入れちゃうとか。ありそうなやつな。大喜利ですよ。大喜利ですよね。大喜利ですよね。ラウスさんが好きになったらこんにゃくなんて挟んだことがそんなんやで。じゃあせやねんけど、うん、だから仮想通貨やから、うん、だからどうしようもないじゃないですか、そんな仮想通貨。知らんふりしとく。そうなの？いや難しいですね。もう、うん、あれ、うん、はい、すいません。ゆいちゃんとか、あ、ということで税金を正しく払いましょうということで、はい、前の方はチャンネル登録と高評価ボタンでお願いもよろしくお願いします。